どうもお疲れ様です。吉谷さん。実はね、2019年の時点で私ね、チャンネル登録8000人だったんですよ。で、チャンネル登録が8000人になったっていうことをネタに、ナイトライダーのローンの審査をね、通したわけなんですよね。それ、以前は、私の金融事故の履歴っていうのが良くなくって、審査に通ってなかったんですよ。で、ちょっと審査きついっすねっていうふうに、車屋さんが言われたところで、 YouTube のチャンネル登録8000人なんですけど。で、今回、私がこのナイト2 0 0 0買いに来た時に、視聴者さんが2人来てるじゃないですかって言ったら、あ、それなんかいいネタだよねって言って、審判会社にそのことを話したら通ったっていうね。だから2019年に8000人ですから、私がね、暗号通貨仮想通貨の発信をしたのって2017年18年なんですよ。ですから、8000人っていうのは仮想通貨のおかげかもしれないですね。でも今、 その倍以上いるんですよ1万7,200人。っていうことは仮想通貨がなくても私は、ね、こうやってちゃんとチャンネル <laughs> 増やしてるんですよ。うん。でも仮想通貨がきっかけになって8,000人っていうボリュームが信用になってその後チャンネル登録が起きやすくなったとか私の動画がおすすめに出やすくなったってことあるでしょうね。うん。ありがたいことだと思います。だから運が良かったですよね。仮想通貨を知っていたっていうこととそれを自分は買うチャンスがあった。 多分ね、っか塾ってものをやっていたから、そういった仮想通貨みたいな案件も真っ先に私のところに飛び込んできたと思うんですよ。それだけじゃなくって、本当に運がいいっていうのは、吉谷さんがね、知ることだって言ってますけども、知らせることっていうのも一つあると思うんですよ。私はっか塾をやってますよ、塾生がいっぱいいますよっていうことに、やっぱね、フックして、いろんな案件持ってる人がっか塾でこれ広めてもらえませんかってなるじゃないですか。 だからいろんな情報が優先的に入ってきて、例えばその中で紹介報酬が得られるものっていうのも、まず私のところに来るんですよ。そしたら私はいろんな人に紹介する、拡散する能力があったから、私はまあね、アフィリエイト報酬誰よりも高い位置で取ることができたかなっていうところです。でも、知らされた人が、情報を知らされた人が拡散能力がなかったらそこで止まっちゃうんですよね。例えば第一生命のネオバンクだったら1500円で止まるんですよ。ビジネスの成功と失敗はここにかかってる。つまり、 自分ののところで情報が止ままってしまうのかそれとも自分のところに来た情報を拡散するマーケットを持ってるかですよね。で誰もがマーケットを持ってるわけではありませんけどもでも案件が来た時に人に知らせようとする姿勢発信するっていうことがきっと積み重なって自分のファンが1人2人3人5人と増えていくそれがメディアを構築するってことなんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そこでまあさらに運を良くしようと思ったら広島のナンバーワンネットビジネススクールっていうふうに自分でナンバーワン 地域で一番を歌うことじゃないかなと思いますねいってらっしゃい